リデルライト両女子記念館、枝はこの建物の2階を完成させ、そこで住んでいた枝ハンナライトは、ハンナリデルの命で、彼女が創設したハンセン病療養所、最春病院の後継の院長を務める。最春病院は1941年に解散させられ、オーストラリアに亡命した。1948年来日して、熊本で晩年を過ごした。 1870年、ロンドンで出生。ハンナ・リデルの名、ハンナ・リデルの母と全部の子、サミュエル・ライトの娘である。父親は、郵便周廃人であり、ロンドンのセントルーク地区のセントラルストリートで生まれた。父が病弱で、1872年元旦に亡くなり、枝の2歳年上の兄・サミュエルと共に、ハンナ・リデルの世話になっている。母親は、 メレンダ・ニーズ、1877年、リデルと共にザ・マンブルズに移動している。母親の運命は記録上はっきりしない。この時点でリデルは、枝の姉とも母とも言っていい存在となっている。リデルは枝に大きな期待をかけ、スイスに留学させている。その後、枝はザ・ウィローズという女性選教師養成学校に通学した。この学校は、ロンドン北部にあり、 宣教師としての基礎的な知識の教授がされたが、その他に母器とか、病人食の作り方とか、賛美化の授業や貧窮家族への訪問や、基礎的な医療教育も行われていた。複雑なハンナ・リーデル、エダ・ハンナ・ライトの家系を文献に基づき記載する。エダは、早くから、おば、リデルの元に行く決心をしていた。ウイローズに通学していた時の日記に、 日本に船出する日を心待ちにしていたとある。しかしリデルが属している CMS はなかなかその許可を出さなかった。これはリデルと熊本にいる宣教師ブランドラムとの間の確執があったことが関係していた。また語学やキリスト教の学習の能力に疑問を持たれていた。しかし、1896年9月に日本行きの許可が降りた。10月に 日本に6意11月28日に熊本に着いたが日本語が十分でない上にリデルが病に倒れてグレースノットが帰国したので枝は苦労した。CMS はリデルがいない間に外の地方に送ってしまった。1899年6月に鹿児島に転勤となった。これははっきり左遷と書いている。枝は CMS に辞表を出したが 助け舟を出したのは、本田増マスジローである。枝は、彼の世話で、東京、前橋、熊谷、浦和、水戸と転勤していった。1923年より、海春病院で、ハンナと共に働いた。ハンナ死去後院長となる。大柄で、男性的なリデルと異なり、小柄で女であった。1935年以降、来研究室の2階に住んでいた。 日英回線が近くなり、枝は短波受信機を持っていたので、スパイ容疑で監視された。なお当時は、外の外国人も枝同様、監視差別されていた。第五高等学校外国人教師や、ハンセン病療養所待ち老院の外国人シスター10名なども同様であった。事務長の飛び松人我が警察に引っ張られたので、枝も釈放に働いた。 飛松の逮捕の理由は、飛松の5人の娘が、すべて高等教育を受けていたので、海春病院の財政に不正がないかということであった。イギリスからの寄付も減少し、経済的にも経営は困難であると評議員の服、電量きは閉鎖しようと発議した。福田は生産人代表となり、神戸に出かけ CB、ケネス、上田城。 副電量ことぶきで生産人会議を開いた。海春病院の患者は、九州療養所に引き取ってもらい、当座必要だろうというので九州療養所に6万円、寄付、その外に、土地建物は、日本来予防協会を寄付した。後日細川家から土地を返してくれと言われたが、どうしようもなかった。1941年2月3日、海春病院は、最後の日を迎えた。 枝は最後のトラックの後部にしがみつき、そのまま引きずられながら、ごめんなさい。ごめんなさいと叫んだ。患者たちは着せずして賛美歌を歌った。イギリス大使館の引き上げ命令があり、枝は同じく日本で40年以上を過ごしていて、イギリスでの学校時代からの友人であるメイフリースの親戚を頼って、オーストラリアのパースに亡命した。神戸港で、 丁名皇后の電報を受け取り、感激した。戦後再び熊本に帰り、1950年2月26日、死去。遺骨は、リデルと共に、海春病院のお骨堂にある。来日早々は、日本語があまりできなかった枝は、その後上達して、現在でも、彼女の声を覚えている患者もいる。リデルは週に2回くらいしか、海春病院に来なかったが、 枝は、来勤研究所に住み込んで、毎日患者に声をかけた。枝はリデルより15歳も若かったのであるが、多くの日本人は、枝が、年上と思っていた。50歳になる頃には、髪が白くなっていた。彼女は、ほっそりしていて、一見虚弱そうに見えた。常に感情を抑えていたおばとは違いすぐ感情に、負けてしまった。リデルは、 自分の要望や指示が議論の余地なくすぐ実施されるのを望んでいたが、だが患者たちは親しみやすい枝ならいつでも交渉に応じてくれると見抜いていた。大柄で決断力に富むリデルはバラの花に小柄でおとなしい枝は墨入れの花に例えられた。ハンナリデルとこの記事に関する基本になる文献を掲げる。ありがとうございます。